はい、皆さん、こんにちは。アガルート講師の武田と申します。えー、法改正対策講座を担当させていただきます。えー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、直前期の講座ですね、えー、法改正対策講座ということになります。えー、社労士試験の学習の範囲というのは、まあ、とにかくこう改正がたくさんあるんですね、えー。皆さんもこの試験を勉強する、まあ、挑戦するというふうに決めたときに、 社老子試験ってどんな試験なのかなっていうのを事前にお調べになったと思うんですけど、まあ、とにかく改正が多い,なん,で多いんだよそういう試験なんだよってことをいろんなところでこう目にしたんじゃないかと思うんですね。で実際講師になると漢方ってやつを毎日見るんですけどもこの社老士で学習する範囲の法律とかこう規則の改正情報っていうのは本当にしょっちゅう出てきます。 毎日とは言いませんけど2日に1回ぐらい何かしらが変わってるんですね、まあ、よく出てくるのは安全衛生規則とか健康保険の規則とか雇用保険の関係それから最近だと介護保険とか年金だとか、まあ、本当にこうしょっちゅう改正のこう内容っていうのが官報に掲載されてるんですねでそれが膨大な量を皆さんこう自力で法改正を追っかけるっていうのは本当に大変ですし効率的ではありません で皆さんの代わりにそれを、まあ、我々講師というか予備校がやってでまとめたものをご提供するとこれが法改正対策講座というものになりますでテキストをですねまずちょっと見てほしいんですけどかなり分厚いテキストが皆さんのお手元に届いていると思いますかなりこう情報量盛りだくさんのテキストになってますよねでなぜこんなにこうまずテキストが、えー、法改正っていうことでご提供してるんですけども なぜこんなに内容が厚いのかという話なんですけどもこのテキストの中には直近の改正、えーまあ、皆さんが受験するのは令和4年度になりますのでこの令和4年度の直近の改正だけでなくて令令和和年年ととかのの改正で重要だと思われるものも掲載しています最近の社労士の試験というのはここ最近その1年以内に変わったというような内容だけでなくて。 2年ぐらい前に改正されてるなんていうのもちょこちょこ出題がされるんですね。ですから令和の2年とか令和3年に改正されたっていうものも重要だと思うものをこのテキストの中には盛り込んでいるというふうに思ってください。ですからテキストがそれなりに熱くなってるんですね。総合講義から受験受講してくださってるって方はその令和2年とか令和3年の内容っていうのはもう皆さんがメインで使ってるテキストの中にはもう盛り込まれてますから、それなりの部分に関しては復習っていうことになります。 講義でこんな話あったなっていうのを思い出して思い出しながらですね復習として聞いていただければなというふうに思いますそれ以外にそのテキストが皆さんのお手元に届いた後に変わったよなんていう内容ももちろんこの法改正講座の中には入っていますのでそれでは新しい知識ということになりますけどねそれをまとめてご提供するということになりますテキストがそれなりに分厚い量になっているのはそういう理由だと思ってくださいそれから直前期の講座の一つになりますので 直前期の話を少ししたいいと思います他の講座の前にも同じ話をしてるんですけどもこの法改正対策講座だけを単体で単価で受講してくださっているよって方もいらっしゃると思いますのでちょっと繰り返し他の方は繰り返しになりますけど簡単にこの直前期のお話をさせていただきたいと思います。直前期っていうのはとにかく時時間間間ががなないいい無駄に時間を使ううことでできないっていう期間ですよね少しでも有効に時間を使っていく必要があります。 まあ1点でも2点でも自分の点数をとにかくこう積み上げられることに時間を使っていくそういう時期ですよね。でこの直前期のこの時期っていうのはもう長々インプット講座を聞いてる時期じゃありません。どちらかといえば当連だったりそれからま模擬試験をいろんなところで受けるよって方いらっしゃると思いますけど、そういったものの復習ですね。それからまあ過去問をより完璧にしていくとそういったことに時間を使っていくことの方が主になってきます。ですからこの法改正対策講座も。 できるだけ皆さんの負担にならないような形でご提供したいなと思います。でテキストをちょっと開いてもらいますと、まあ、いろんなこう回線も載ってますけどそれぞれのタイトルのところに星のマークがついてますよね。星1つとか2つとか3つとか星のマークがついてると思います。でこれは重要度を表してます。試験により出そうな部分、まあ、それがまあマックス星の3なんですけどそ,れをまあその重要度を星で表してるというふうに思ってください。 で講義の中ではこれ全部扱ってしまうと講義時間がものすごく長くなってしまいますから講義の中では星の2と星の3ですねこれを扱っていきます星の1っていうのは載せるかどうかちょっと迷ったっていうところもあるんですけど余裕があれば押さえていてくださいねっていうものになるんですね星の1ですので星の1の部分に関しては余裕のある方は各自でお読みいただきたいなっていうふうに思います講義ののの中ででは星の2と星とすね ここを直前期ってはとにかく時間を有効に使っていく必要があります1点でも2点でも皆さんの実力を上積みできることに時間を使っていく必要がありますので講義のもですね過度にこう長い時間にならないように気をつけていきたいなっていうふうに思います是非有効に活用してですね今年の合格を勝ち取っていただきたいなっていうふうに思います、はい、ではちょっと前置き長くなってしまいましたけど講義の中に入っていきます はい、えー、それでは労働基準法に絡む改正から見ていきたいと思います、まあ、順番としてはですね、えー、総合講義と同じように労働科目から始まって社会保険科目とこういう形で学習をしていきたいなと思いますでまず労働基準法の改正の1つ目なんですが副業兼業兼に関すするガイイドライン等の発出というテーマで,すでこれは令和の2年の9月の1日適用ということになりますので 発出されたのは少し前になります。令和の2年なんですけど、やはりこれ出題される可能性が高いというものの一つになりますので、まあ、星の2ということにさせてもらいました。で、この兼業あ副業兼業に関するガイドラインということなんですけども、えー、まあ、今もうその副業とか兼業っていうのが国の方も推奨してますよね、えー。労災でも複数事業労働者なんていうのが新たに規定されましたけども。 もうその複数のところで働いてますよっていうのが一般的になってきてますよね。でそれに伴って、えー、じゃあ事業所の方ではこういうことに気をつけてくださいねってことですね。企業としてはこういう対応して,てくださいねってことで、まあガイドラインとか、えー、それに関連する行政通達っていうのが新たに出てるんですね。その内容をこれから見ていきます。まず改正の趣旨概要ってところを見てください。えー、労働基準法三十八条一項の規定においては労働時間は 事業上をことにする場合においても労働時間に関する規定の適用については通算すると規定し事業上をことにする場合とは事業主をことにする場合ももう含むとされているとここで言っている事業上をことにする、まあ、これはもう有名な条文ですよね。労基法38条1項でこのの事業上をことにするっていうのは A 事業上と B 事業上っていうことももちろんですけども事業主をことにするっていう場合も含みますよだから A 社と B 社で働いてるこういう場合ですよねメインは A 社なんだけど B 社で副業をやってるとこういう場合こういう場合も含みますよということですねでその時には労働時間に関する規定これは通算するんだよということですよねこれは基本的な考え方になります でこれを踏まえた上でそのガイドラインとか行政通達というのが出てるわけですねちょっと続きを見てください、えー、今般副業・兼業を促進するとの政府の方針に基づき厚生労働省は副業・兼業の促進に関するガイドラインを公表し、えー、同時に労基法38条1項の解釈等について新たな行政通達を発出したとでこれをま,あまとめてみていきましょうとこういうことなんですね まず、えー、副業・兼業の現状っていうところを見てください、えー、副業・兼業に関する裁判例においては、えー、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であり、えー、各企業において制限をすることが許されるのは例えば次のような場合と解されているとあの労働時間以外をどう使うかっていうのはまず基本的な発想としてはそれは労働者の自由だよってことですよね。だから、 副業したっってて別ににいいですすよってことになります兼業したり副業したっていいですよっていう前提になるわけですね。ただ何でもかんでもいいってわけにはなりませんよね。じゃあどういう場合に制限企業側が制限することができるか例えば次のような場合だよってことです。これは例示列挙ですね。別に限定列挙じゃありません。例えば次のような場合、えー、制限が許されるよと。一、労務提供上の支障がある場合、まあ、いわゆるその本業に支障があるってことですね。 そっちの普及をやっちゃうと本業に支障がある例えばそのもう体もヘトヘトになって本業がもう遅刻が頻繁になってくるとかこれじゃ困りますよね本業に支障がある場合は制限することができるよそれから丸2番業務上の秘密が漏えいする場合これも大きいですよねあの大体こう関連した仕事に就くことが多いじゃないですか 本業と関連した業種に、まあ、自分が分かっているわけですから関連した仕事に就くってことが多いと思うんですけどそうするとやはりそのノウハウとか企業秘密っていうのが相手に漏れてしまう可能性がありますよねそういう場合にはやはり制限することがやむを得なくなってくるよとそれから3つ目協業といいます協業により自社の利益が害される場合その同業を自分で作っちゃうっていうようなものです、えー 例えば製造業でちょっと特殊な部品を加工しているというふうな場合にその技術があるからということで商売がたきになっちゃうわけですよねこれもやっぱりそのメインで勤めている会社の事業所の利益と相反することになりますよねそれから丸四番自社の名誉信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合とこれも当然そうですよね これらの場合、例えばこういった場合には制限するという話になってくるよということですね、はいで。続きですけども厚生労働省が平成30年1月に改定したモデル就業規則においても労働者は勤務時間外においては他の会社等の業務に従事することができると定めていると。 あの基本的には副業を認めるような形でこの「モデル就業規則」っていうのを厚生労働省が作ってるとあの就業規則で検索をするとですね厚労省のホームページにはこう引っかかるんですけど就業規則例えばこういった形で作ってくださいねっていうモデル就業規則っていうのがアップされてるんですねだからえまあ就業規則を社労士さんに作ってもらうなんてところも多いんですけどいや自分で作るからっていう方は。 このモデル就業規則っていうのをまちょっと変えて、まあ、それを就業規則にしているっていうところが多いんですね。で、そうするとそのモデル就業規則の中に、えー、この他の会社等の業務に従事することができるというのがまあ、定められているということなんですね。だから国の方ももう今は兼業とか副業がある程度当たり前だよっていう考え方をしているってことですね。 だからもちろんその兼業とか副業を認めるかどうかっていうのはその企業企業で変わってきますけどね変わってきますけども国の方の考え方としてはもう兼業とか副業がある程度当たり前になってきましたねって考え方をしているというふうに思ってください。でこのガイドラインの中で、えーまあ、その副業とか兼業の場合に企業側ではこういった点に留意してくださいねってことをそのガイドラインの方で規定してます。 兼業とか副,副業とか兼業を想定してですね、えー、その場合じゃ企業としてはこういうことに気をつけてくださいね。ってことでまあ、それをこうマニュアル化してるんですね。じゃ、企業としてはどんなことに気をつけたらいいのかってところを見ていきたいと思います。で、特にこの何々義務っていうのがここで。いくつか出てきますけどえー、4つほどですかね？何とか義務っていうのが出てきますけど、この名称ですね。ここは押さえるようにしていただきたいと思います。あの書かれてる内容はある程度当たり前のことなんでまあ、そんなにこう神経質にならなくてもいいかなと思うんですが。 このなんとか義務っていうその名称、ここがしっかりと押さえていただければと思います。まず、安全配慮義務。えー、労働契約法5条においては、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとするとされていると。これがまあ安全配慮義務ですね。で、副業、兼業の場合には、 副業兼業を行う。労働者を使用する。全ての使用者。全ての使用者が安全配慮義務を負っているとだから、そのメインで働くま a 社と夜だけ働くか週末だけ働く b 社がある。なんていう場合にメインじゃない？その副業の方の b 社の方の使用者、この使用者も当然安全配慮義務を負ってますよってことですね。うちは副業で来てもらってるから、安全配慮義務は関係ないよ。ってことはないってことですね。 言ってみるとその労働者が安全に、まあ、健康に働くようにその環境を整える義務というんですかね、まあ、それが安全入る義務ですけど、まあ、たとえ1時間だけしかうちでは働かないよという場合でもその使用者その労働者を使っている使用者は安全入る義務を負っているとこれは重要なことですよねで副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、えー、使用者が労働者の全体としての業務量時間が過重,過重であることを把握しながら 何らの配慮をしないまま労働者の健康に支障を生ずるに至った場合が考えられるとでこのため、まあ、こういうことをしておいてくださいねなんてことがそのガイドラインに書かれているんですが一番上の就業規則っていうとこだけ見ときたいと思います就業規則労働契約等において長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと 例えばこんなふうな対策を取ってくださいねそういう位置づけるものだと思ってください就業規則とか労働契約等において長時間労働等によって何か支障があるというのであれば副業兼業を禁止するとか制限することができるとこういう一文を入れておくのが安全ですよねっていうことですまあ言ってみれば当たり前のことなんですけどね、まあ、大体どこの会社もその就業規則の中に副業とか兼業のことって入っていることが多いんですけどね こういう場合には制限するとか許可制にするとか、だいたいそんな規定になっているかと思います。こういうことに気をつけてくださいねということですね。はい、えー、では次ですね、秘密保持義務見ていきます。まずこの義務の名前ですね、これをまず押さえていただければと思います。で、秘密保持義務ってことなんですけど、まずこれ労働者労働者は使用者の業務上の秘密を守る義務を負っていると。 労働者にあるよっていう義務ですね。これを秘密保持義務っていうふうに言います。あのやっぱりそこで働くわけですから、ノウハウだとか企業機密とかまあ、こういったものを知ることになりますよね。でそれをやっぱりこう漏らしていけないよっていう義務、これを負ってると労働者がそれを負ってると。で副業兼業に関して問題となりうるのは、なり場合としては、自ら使用する労働者が業務上の秘密を他の使用者の元で漏洩する場合や。 他他の使用者ののののの使使用用者者者労働が業務上の秘密を自ららとで漏洩するる場合が考えられると A 社がメインで B 社が副業だよ A 社からしてみれば B 社で働いているとその A 社の秘密をこの副業している労働者が B 社の方で漏らしてしまうと A 社にとってはこれリスクですよねで B 社は B 社で A 社の情報をそうやって知,り知ってしまうとこういうリスクが B 社,に B 社は B 社であるわけですね でこのため、就業規則、労働契約等において、業務上の秘密が漏えいする場合には、副業権利を禁止、制限することができることとしておくことと、まあ、これも当たり前ですよね。やはり、こういったリスクがありますのでね、こういう場合には禁止するようなんてことを、就業規則で書いておくと、まあ、こうした方がいいですよということですね。 ででは次ですね3つ目協業必至さっき言ったとそり同業を自ら立ち上げてしまうとかこういったものですねこれを協業っていうふうに言いますけどそれを禁止するこれを協業必至義務というふうに言います労働者一般に在職中使用者と協業競合する業務を行わない義務を負っていると解されていると。協業非義務と。 まあそうですねだから副業・兼業に関して問題となりうる場合としては、えー、自ら使用する労働者が他の使用者の下で労働することによって自らに対して当該労働者が負う協業・必死・義務違反が生ずる場合や他の使用者の労働者を自らの下でも労働させることによって ほ他の使用者に対して当該労働者が負う協業非死義務違反が生ずる場合が考えられると。あの大抵そのやっぱこう関連した仕事をする可能性が高いですねさっきも言ったように、えー、その自分ができることっていうのが、まあ、大体こう人間限られてますよねだから、えー、A 社でやってる、まあ、製造業なら製造業サービス業ならサービス業それとまあ近いような仕事をするっていうことが多いですよね。 そうするとやっぱり結局その、まあ、さっきの企業機密なんかとちょっと似てますけどもその商売がでで働くととといいううここになってしまえばこのの業必死義務違反というのがまあ生じるわけですねだからまあ自営業で協業を立ち上げてしまうようなんていうのもこの協業必士に入ってくるんですけども同業の他社で働く同業の他社の労働者になるとかこういったもの同業の他社で役員になるとか、まあ、こういったような話なんていうのもこの協業必士義務っていうのが ああまあこうしばしば問題になるわけですね。したがって使用者は協業必至の観点から労働者の副業兼業禁止または制限することができるが協業必至義務は使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないことを内容とする義務であり使用者は労働者の自らの事業上における業務の内容や副業兼業の内容等に鑑み その正当な利益が侵害されない場合には同一の業種職種であっても副業兼業を認めるべき場合も考えられるとあのこれちょっと固いあ失礼しました固い言い方で書かれてますけどあの実務の中でもですねこれよく問題になるんですけど今言ったようにその同業他社を立ち上げたりとか同業他社で働いてしまうとそ結局そのライバルの方に、えーまあ、ノウハウが移ってしまったりだとか まあそのライバル会社の方が潤うってことになるわけだからこれ協業必死義務と協業必死義務に違反するよなんてことになるんですけどじゃあ労働者その同業に行くって言ったとしてもですねそそそのののの労働者の立場とかか人が普段やっっっっててててる仕事の内容なんかででれって変わってきますすよねっていう話ですだからもううちは製造業だから製造業に行くのはもう禁止だよっていうふうに一律に禁止するってことはできないよってことです。 その人がやってる仕事っていうのがそのノウハウの流出とかにつながるような仕事じゃなければ別にそういう仕事をしてる人じゃなければ、まあ、言ってみれば関係ないわけですよね。利益、企業利益が脅かされるってことにならないわけなんで何でもかんでも一律に禁止っていうわけにいかないよってことです。だからその人の普段やってる業務の内容とか副業とか兼業先の業務の内容とかそのあたりを見て判断することになるよと。こういうことですね。 だからなかなかその一般の労働者の人にですねこの協業費支義務っていうのを課すっていうのはなかなかこう難しいようなんていうふうにこう実務の中でも言われることがあるんですねあのそれなりの立場の人だと企業秘密とかそういったのに触れる可能性とか高くなりますよねそれなりのこう役職についてる人とかそういう人が同業に行ってしまうとその企業としてはリスクになるよということになりますけどそ,のそうじゃないこうまあ末端のっていうか労働者がじゃあ 関連した業種に今行きましたとかいうふうに言っても別にそれだけでじゃあうちの利益に脅かされるっていうふうに言えないってケースもありますよね。そのあたりはケースバイケースで判断していく必要があるよとこういうことなんですね。でまあ就業規則にはですね、えー、協業により自社の正当な利益を害する場合には副業・兼業禁止または制限することができることとしておくことと。 まあ就業規則にはこういったものを入れといた方がいいでしょうということですね。これもやはり一般的にはこういった規定が入っているかなというふうに思います。で、これまあちょっと外れますけど、あのこれ今、兼業とか副業とかっていう話で、えー、この協業必至義務という話をしてるんですけど、あのやっぱりよく問題になるのがですね、退職したあとですね、退職した後に同業他社に転職すると。これがしばしば問題になるんですね。 やっぱりこう退職した後ってもうその会社とは関係ないよってことになるわけですけどやっぱりそのノウハウとか企業機密とかこういうのを握っている方が同業他社に行ってしまうと今まで働いてたこっちの会社ではかなりこうリスクってことになりますよねですからえ退職した後の協業非思義務違反なんていうのがこう問題になるってことがまあよくあるんですね、まあ、ちょっと話はそれますけどね実務的にはそういった問題がしばしば出てくるというふうに思ってください はいでは誠実義務ですね、えー、誠実義務に基づき、えー、労働者は秘密保持義務協業必死義務を負うほか使用者の名誉信用を毀損しないなど誠実な行動をとることが要請される、えー、就業規則労働契約等において自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合には 兼業副業副を禁止制限するるここことととととができることとしておくこととやっぱりこういう規定を盛り込んでおくのが無難ですよということですね国もそういったことを推奨してますよってことです、はい、でガイドラインにですね、えー、まあ企業の対応としてこういったことが書かれてるんですけども こここでですね、この法改正講座で扱う中で特に重要なのはこれ以降のところになるかなっていうふうに思います。これ以降の部分っていうのが、えーまあ、より重要な内容になってくるかなっていうふうに思いますのでこの労働時間が通算される場合っていうところですねここからしっかりと、まあ、今までのところももちろん4つの義務があるよっていうところは押さえておいてほしいんですけどここからの内容はさらにもうちょっと重要になってくるかなっていうふうに思って聞いていただければと思います。でちょっと長くなってしまいますのでここで一旦切らせていただきます。